カモン。どうでしたか、バラカモン第1話。楽しんでいただけましたか。頭重っ。ふふふふふふふ。いや、それめちゃくちゃ恥ずかしいから。もういいってね。一番大豆。大豆。第1じゃなくて大豆。先生、一番大豆ってなんだ。知らねえよ。お前が勝手に言ってんだろ。一番が大豆だったら、二番は小豆か。なん、豆。豆縛り。三番はエンドウ豆で、四番は阿部。阿部。いや、急に巨人来た。五番は屈強な外国人選手。ラミレスのことかな。さあ、こんなところで無駄な道草食ってないで、ミワネーのところ。ああ、ちょっと待って。そうそう、そのミワってやつ。第2話から出るんだろう。どんなやつ。どんなやつ。人間。うん、いや、それはわかる。うん、いや、あの、なんか他に特徴とかないのか。確か目が2つで、鼻が確かあったようななかったような。なかったら妖怪だぞ。食われるよ。食われる。妖怪じゃねえか。キャラクターがいいから、主役の先生も食われちゃうぞ。特にたまには要注意だ。おお、いや、もうそれはむしろ楽しみだな。あ、ミャネーとたまに弱点がある。え、なんだ。背中に大量の毛虫を入れられることだ。誰でもやつ。